にちは、チャオゆりこたいがです。そして今日はゲストとして参加していただくのじゃあ美少女のパディちゃんです。よろしくお願いします。パディと申します。あのソニックとシャドウはね、なんか清掃バージョンと清掃じゃないバージョン、そのちょっと清掃じゃないバージョンはねパディちゃんとやったんですよ。ソニックの私ソニック大好きです。そんな感じでソニックのファン、いろんな一緒にコスプレやったりとかもねしてますので、よかったらツイッターとかにチェックしてみてください。でも今日はみんなも知ってるかな、こういう作品はエルフさんが痩せられないというのコスプレをしてみました。イエーイイエーイ。もう私ねもう完璧、もう最近ダイエット全くできない私に関してはね完璧です。イエーイ。しないでいいよ。いやだ、全然あのね、誘った時にこのコスプレはね、パティちゃんを誘った時に、いやちょっと申し上げないぐらいに誘ったんですよ。ですっごいスタイルが良くて、でめっちゃ筋トレね頑張ってるのに、実はねちょっとねムチムチになってる私だけだった。ムチムチになってる私だけだったんだって。柔らかい柔らかい。ここ柔らかいんでしょ。ここ柔らかいんだけど、ここいやいやかなりかなり硬いな。うん、フレンチ、フレンチ、フレンチポテト一番好きですよ。もうやめられない。それが、もうやばいんですよ。やばいんですよ。この夏始まるエルフさんは痩せられないっていうアニメ、うん、はい、この公式の PV が公開されて、海外ですごく注目されているっていうことなんですけれど、そうです。今まであまりなかったですよね、こういうちょっとスリムではないアニメキャラクターっていうの、うん、そうですね。特にエルフは、まあ、やっぱり90年代のデッドリートから私もやってたキャラクターなんですけど、うん、なんかエルフさんはすごく遅くて背がちょっと高いイメージだったんですけど、すごいエレガントで、うん、そうあんまり喋れないイメージだったんですけど、この最近、うんの数年前、もこの4年前からなんかいろんなキャラクターがね逆に変わってきて、でこうもうこうこうもうこうこうこうえなんか嬉しいんだけど、素晴らしい。なんか正直今まではぽっちゃりちょっとぽっちゃりするキャラクターは、うん、だいたいちょっと可愛くないね、わざとちょっと可愛くないしてて、可愛いのはぽちゃこくらいかな。そうだね、ポチャコ、うん、ポチャコぐらいは確かに変わってた。そう、なんか私の他の好きなアニメで、まあ、同じ漫画ですね、ダンベルは何キロって、あ、そう思ってますか。そう、同じです。あの漫画は可愛かったけど、アニメになったら主人公がポチャリじゃなくなった。あ、そうですよね。それはちょっとがっかりした。なんか本当に漫画だったらちゃんと可愛くお腹が出てたんだけど、アニメだと意外とスリムで、なんで痩せたいの。確かに。え、でも逆に少しだけあってちょっとね、あ、漫画とアニメの違いそれが残念だった、ね、でも今回はちゃんと、え、でも私はね逆に漫画見た時に、うん、こんなにぽっちゃりじゃなかった気がする。アニメの方が公式のイラストは、うん、かなりちょっと大きくて、ってな感じになったんですね。やっぱりそれもね、それがもう人気になるポイントだと思うので、そうですよね、アピールしたいんですよね。そう、ぽっちゃりがいいぞ。そうそう、ぽっちゃりエロいよ。エロいよ、ぽっちゃりエロいよ。やはり海外ではそういう、うん、こういうね、スリムではない方々も人気があるっていうのがだいぶ時代に変わってきた。変わってきたんですよね。なんか、うん、まあ人によってなんだけど、ちゃんとぽっちゃりとかそういう体が女らしくて、うん、そういうボンキボンの形、はい、あの細いよりなんかそういうの、まあ、好きな人がいて、そうですよね、特に SNS できてからみんなそういう自分の趣味ちゃんと言い合うようになってから、うん、細い方だけじゃなくていろんな体が綺麗とか、うん、いろんな趣味とかいるかな、なんかそうやってお互いに、なんだろう、もう自信持つようになったと思います。そうですよね、確かに。そして筋トレがしてる女性もそういうふうになんか SNS で、ああそういうの好きにと見るねって。そうですね、だってよくそういうのもバカにされるんだよね、筋トレしてる女性でも、うん、あの太った女性でも。なんか本当に10年前考えられないぐらい変わってきたんですね、うん、今世代は。ちゃんとそういうの良さが分かったりとか増えて、ちゃんとね認めてる、嬉しい。でね、嬉しい。なんかムチ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 とムキムキ女も入ってるって感じですね、このアニメ。そう、ムキムキ。かわいい。私そういうのも好きです。なるほど。
ですね。まあ本当にアニメでは今まで あまりなかったですからね、こういう方向はやっぱり時代とともに変わってきた。本当に、いいことです。そう、いいこと。ちょうど今年ニュースで今日あったんですけれど、秋にビクトリアズシークレットのショーが5年ぶりに行われるらしいです。2019年にそのやはりスリムな彼女たちがダイバーシティの世の中とも合わないということで、ショーがもうストップされてたんですけれど、そうですよね、ずっとストップされてたの、今年の秋にまたするということなんですけど、多分ここにランウェイを歩く女性のモデルさんたちは多分今までとは違うタイプの、女性たちになるんじゃないかなってなってますね。すごい。でもビクトリアシークレットのモデルたち、まあもちろん綺麗ですけど、すごく細くて、でダイエットがめちゃくちゃ厳しい。そうですよね。なんかショーの前は本当何も食べないで、あの飲み物だけで毎日頑張って、すごい。ショーの日は水でも飲めない、あの細い姿を見せた、もっともっと細い人なのに、すごい細さが大事にされてて、まあ今ね、だからそれ変わるのは嬉しいことですね。そう、時代は変わって、やはりそういう背景があって、ちょっとビクトリアシークレットさんも変わって、今って逆にオーバーサイズ のラインナップもたくさんあって、まあ、モデルさんたちもたくさんいろんな体型の方々たちを使ってるっていうブランドにも変わってますからね。そう、一応ブラジャー売ってるなのに胸が大きいもう出せないのは悲しいですね。細い人だけだったら、なんか細い人もちろんそういうモデルもいろんなモデルいますけど、いろんな人がいたらね。そうだね。ちょっと私はね、特に気になるなんですけど、アメリカと VS イタリアの一番、デブ食のランキングをしたいと思います。じゃあちょっとそのデブ食の文化、いろいろ国の違いあると思うんですけど、はい、まず日本の場合だとデブ食って言ってるのはカツカレーです。あ、カツカレー、確かにカツカレーめっちゃ美味しい、高いんですね。どのくらいだかな、うまい、こんなに高いの。カツカレーが1100から1500キロカロリー、サイズによって違うと思います。でもうまいですよね。私よく食べる、大好き。私よく食べる。私よく食べる。美味しい、私も食べる。でもアメリカは、まあ、みんな想像通りのものが入るですよね。やっぱりハンバーガ ー, ハンバ ー, ガーとか調べてもやっぱりハンバーガーとドーナツとかが一番。ハンバーガーとドーナツと合わせもあります。そしてそれだけじゃなくて、あのフライドチキンとワッフルの合わせもあります、アメリカで。特にデブ食が、それが本当にね、トップのレベルです。ちょっと待って、1回で何千のカレーなんでしょう。2000でも3000でもいけると思う。これでアメリカ勝ちでしょう。これはやっぱ甘いものとあのしょっぱいものとかです、あの旨味が出てる肉とか合わせるの、もう同時で食べる。おー、やばい、やばい。何でも混ぜて同時で食べるんですね。すごい、レベル高いでしょ。イタリア、じゃあイタリアは実はね、食でなんかデブ食とかないんですけど、イタリアに行くと太るというね伝説があるなんですけど、確かにそうです。私も毎回イタリアに帰ってる時は、まあその毎年1回だけで、ね、5キロ6キロとか普通に増えてて、でもそれがね1個の食とかじゃなくて、いっぱい食べるからね。その普通のイタリアのランチはアンティパスト、プリモ、セコンド、テルツとドルチェなんですよ。そう、5つぐらいね。で、一応例えばアンティパストは例えばブラータとかフリットミストとか、そういう揚げ物を食べて、そこからめちゃめちゃパスタを食べるね。で、パスタ後にちょっと例えば豚肉を食べたりとか野菜を食べたりとかね、そこからまた違うものあの違うものを食べて、でそしてデザートだと例えばケーキとか、ドーナツはちょっと文化はないんですけど、イタリアのね、南イタリアの南に行くとかなり
デザートが すごいですよ。例えばカスタティーナシチリアーナ、シチリアのカスタティーナ聞いたことないかな、知らない、どんな料理？全部サートなんですよ、サートで作ってるあのちっちゃいケーキみたいなもんなんですけど、マジで太っちゃうよ、もうサートを食べるみたいなもんですよ完全に、ちょっとやばいんじゃない、甘すぎない、ね、甘い甘い、そうだからそれでイタリア人がねよく太っちゃうんですよ。はい、ということで今日はコスプレでちょっといろんな話をしてみました。皆さんは逆にどうと思いますか？ぜひコメントとかもしてみてください。読んでますよ、めっちゃ読んでますよコメントしてください、本当に今日お願いします。ゆり子と一緒にいろいろ話して嬉しかったです。いやー、私もでこういう実践のね撮影とかねもうあると思いますので、今後のあのイベント、一緒に出るイベント、コスフォリとかコミケとかに向けて、そうそう、なんか、うん、ね、撮影ちゃんと撮影とかもねしたいと思いますので、皆さんチェックしてみてくださいお願いします、よろしくお願いします。チャオ、あれ今ね英語でなんだろうって言ったグッバイだよね、うん、まあ、See ya! 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 See ya!